やっとるんやからチャンネル始まるよ。はい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 、知っとる見とるん聞いとるん言っとる来とるんなしとるん愛して見たってもうやっとるんやから、怒っとる泣いとるん笑っとるん焦っとる暇しとるんなしとるん、それなら見たってもうやっとるんやから、はい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 、やっとるんやから始まるよ。ヘイ、どうも D です。今日の話は何でしょうね。どうぞ。コンビニと絡むら多いよね今。今、うん、確かに時間もだからですね。24時間空いてるからでしょうね。俺まだそのトラウマがあるけなかなか荒い生きらんのよ俺。ああ、ね、まあでも、ま、待てないですからね、そもそも。だって今預けとコンビニの横にあったりとか、横に奥さんたちが来て食事ができるところの横にコインランドがあったり、うん、あるやん時代が、うん、まあ、これを考える人ちゃうすごいなと俺思うの思うんよ。思いつかんもん、そんな発想がおしゃれな洗濯とか。いやだってもうそんなトラウマがあったら俺もね、コインランドリーに対してのイメージが違うでしょ。イメージが違う、これしか見たことないやんけおじゃ洗濯機をずーっとあれ逆回転の洗濯機どうするんやろかと思ってたら、まあでもコインランドリーになると逆回転もするんじゃない、途中で。そうやね、俺コインランドリーで行ったことないやんけ。ていうかそれを実際アニーは何分ほど観察したんですか、そのおじさんを。ケツにね、シワが3つあった。そこまで観察した。水着や。それ水着や。でもね、ある意味根性もんよね。一番入り口の洗濯機よ。で街中でしょ。タンガやけどね。あの通れるところ一番あった。今もうタンガとそんないかんから。あのちょうど今宝くじ売る場に抜けるあの橋のところでしょ。そう。はい。人ね、いやそこで仕切るのがすごいですよ。すごいやろあれ今で言うたら警察に言うて絶対捕まるタイプよまあその当時もやっぱ防犯カメラがない時代だったけよかったでしょうね、はい、兄の嫌いな防犯カメラがいやだって今そ本当結局そんなやつ言いましたら絶対ダメですよ。逮捕やろね。逮捕でも理由は何ちゅう。いや陳列だじゃないですか。出してないもん。すっぽんぽんでしょだって。ケツしてる。いや角度によるでしょ。いやスポーツしかみんな捕まるやん。洗濯機の前でこう立ってこうしょだけやけ。ケツしか見えない。それだってそこはその人の家じゃないんでダメです。公共の場だ。そうなん、法律そんな変わってないと思うよ昔から。いや、わいせつ物陳列罪でしょ。どこがわいせつなの。前で出てるはずなの。前は洗濯機しか見えないよ。いや、その洗濯機は訴えるったらいいよ。その2分後だったら分からんですよ。洗濯機は訴えますよ当然。洗濯機の前にベタッとくっつくと洗濯機にベタッとくっつく洗濯機は訴えるだっていいけどそんなに密着しとったの。じゃあ訴えられんかもしれない。そうやろ、それやったらまっすぐこう立っとけ。まさかこうやって四股振りを打ってあげないしそれはただずーっとたらギリセーフですね。どうしよったんや。ただ通る人はプッチ笑うだけなんよ。キャーとか言わんよ、うん、あんた見てコロナとか言ったらキャーってなるけど、うん、ただ女の子はプッチ笑うけ、うん、俺かと思ったんや。よかったですね、でも原因が分かって本当に。いやあれ誰も通らんやったら分からんやったんやけど、うん、1人やったらちょっとかなと思って通るぐらい。2人目もポッと笑ったんよ。2組目の人が通るときに、だけどつい俺はチャックを上に上げてほしいと思って振り返ってこれやと。振り返るきっかけもそこでできたからですね。一人やったら振り返ってないからですね。俺がコインランドリーになかなか行かんのはそういうコインランドリーの話だ。どっかで話したいのねこれ。これはコインランドリーのトラウマの話だったんですねトラウマっておかしいけど
わあもう。あげ。面白い。スケーターでいいよでもパンツドロゴがいっぱい出るじゃん。俺はもうこのおじさんをずっと思い出す。コインランドリーって言ったらもう。こいつのおじさん。このおじさん。もうケツが思い出す。未だに顔が思うよ。顔までしっかり思い出す。もう日がもうだって大黒湯で入ってきたもん。まず正面が顔みたいもん。なんでケツしか見てないおっさんの顔がわかるんですか。まあ、ね、ありがとうございました。ちょうどいい感じに落ちたところで、ね、ありがとうございます。はい。いいか悪いかわからん。いや本当に俺の中では。でそれで。今高ちゃん来てないの？あ来たんですよ。今来た。来た。本当。でそれで。ああツッコミがあるけね。だけどもうそこは。で今フリートあのアメトーク見ながら勉強しようよ。まあトークの。俺の前どっちなの？なんとか芸人側です。どっちになる？ボケの方ですね。あ俺ボケの方なん、はい。あそうなん。だってこんな話がありましたやけ突っ込まれ待ちになるじゃないですか。あそういうことね。俺どっちなんやろかと思って。芸人やないけ。語り手の方なんで。おちを欲しがったやけ。やっとるやからチャンネル、ご意見ご要望はコメント欄までよろしくお願いします。チャンネル登録、いいねの、高評価、よろしく。